冷蔵庫に入れてる合鴨の卵をフランキで温めたいと思います。はい。今日は3月20日なんですけど、一番古い卵は15日です。5日間もなんか常温に置いとくと負荷率が下がるので、冷蔵庫に入れておきます。で、冷蔵庫に入れるときは、こう、尖った方を下に置いて、冷蔵庫に保管しておいてください。 前回のフランキは星2つで6個中3個生まれたんですけど、今度のは星が5つあります。10個のうち何個生まれるか楽しみです。展覧機能とかついてるんですかねまあ真ん中に水入れるのは前のと一緒ですね。やっぱある程度の水分は必要なので。 ちょっとニワトリと違って卵が大きいので10個入らなさそうですね。ちょ、1個抜いとこうと思います。できれば38度に設定したいんですけど、どうも、説明書が英語なんでちょっとよくわからないですね。ちょっとまた友達に電話して聞いてみようかと。あと、万が一あ落としたりぶつけたりして卵にひびを入れちゃった場合は、あのひびの入っているところにセロテープを入ってから、 貼ってから、あのー、こういう、このフランキに入れてくださいね。では。